私のミスでした。私の選択。そして結局この結果にたどり、今さらずうずうしいです。先生、きっと私の話を忘れてしまう。何も思い出せなくてもですから、大事、あなたにしかできない選択の数。責任を負うものについて、あの時の私には分かりませんでした。大人としての責任と、それが意味する心ばえも。ですから先生、私が信じられる大人である、このねじれて歪んだ先の執着、そこへつながる選択肢は。だから先生、先生、あ、先生、少々待っていてくださいと言いましたのに、夢でも見られていたようですね。もう一度改めて、私は七神凛、そしてあなたはおそらく、推測系、混乱されてますよね。こんな状況になってしまったこと、どうしても先生に、や、学園都市の命運をかけた大事なことということに。キヴォトスへようこそ。先生、キヴォトスは数千の学園が集まって、きっと先生がいらっしゃったところとはいろいろなことが。でも先生なら、あの連邦生徒会長が、それは後でゆっくり説明。ちょっと待って、大根、隣の首席行政官、お待ちしておりました。連邦生徒会長に会いに来ました、風紀委員長。ああ、面倒な人、こんにちは。各学園からわざわざ、こんな暇そう。今学園都市に起きている混乱の責任を問う。そこまで分かってるなら何とかしなさい。数千もの学園自治区がこんなに、連邦共生局で停学中の生徒たちについて、一部スケバンのような不良たちが登校中のうちの生徒たち、戦車やヘリコプターなど出どころの分かる。こんな状況で連邦生徒会、連邦生徒会長は今、え、やはりあの噂は。結論から言うと、サンクトゥムタワーの認証を迂回できる方法を探していましたが、それでは今は方法、はい、この先生こそも、この方が。ちょっと待って、そういう、キヴォトスではないところから来た方のようですが。はい、行方不明になった、こんにちは、いや、挨拶なんて。そのうるさい方は気にして。誰がうるさいって。先生はもともと連邦捜査、単なる部活ではなく一種の超法規的機関、各学園の自治区でなぜこれだけの権限を持つ機関。シャーレの物質はここ。先生を、モモカ、シャーレの物質、大騒ぎ、強制局を脱出した停学中の生徒、連邦生徒会に恨みを抱いて、それでどうやら、まあでも、もう大丈夫です。な、ちょうどここに。え？キヴォトスの正常化のために。ちょっと待って！
私たちが不良だ。サンクティムタワーの制御権を取り戻す。それは聞いたけど、私言った。伏せてください、ユウカ。それにうちの学校ではこれから、今は先生が一緒なので先生を守ることが最優先。ハスミさんの言う通りです。私たちとは違って。分かってるわ。え、戦術。分かりました。生徒が先生の言葉にし、よし。計算は完璧。落ち着いていこう。落ち点へ移動しましょう。まず戦闘に参加する、そのうち3枚のスキル、そして好きなカードを立つ。スキルを使うためにはコストは自動的にチャージ。前方に敵が集まる。鈴見さんのスキルカードをタッチした。これは痛いですよ。まだ終わらないわよ。では優香さんの現在の状況と条件。よし、これは勝ちね。私の計算は完璧なの。逃しません。帰ります。狙撃ポイントを変更します。簡単な任務でした。なんだか戦闘が、やっぱり、そう、先生の指揮のおかげで。なるほど。それでは次の戦闘もよろし。もう今この騒ぎを、若も似たような前科がいくつも。あらら、あの建物に何が。久し、計算は完璧。落ち着いていこう。生徒たちは隠れている間、この遮蔽を。しかし終わらないわよ。騒動の中心で、逃しません。無駄になる。まだ終わらない。合理と理性。私はここ、逃げられてる。いいえ、生半可な子。このままシャーレのビルまで。うん、まあいいわ。罠かもし、はい、立てる。私の計算は完璧よ。攻撃します。移動します。バイバイ。正常。進んでください。まだ終わらないわよ。逃しません。よし、建物の入り口まで。ん、この音は。気をつけてください。行くわよ。クルセイダー一型、不法に流通されたものに、つまりガラクタってこと。あちらに気を取られてる。クルセイダー戦車の相手を。クルセイダー戦車、ハスミさんの好き。行きます。まだ終わらないわよ。合理と理性は右。撃ち抜く。逃しません。パトロールを終了します。Everything changes.